国際交流協会事務局長から、ことご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました、福井市民国際交流協会の事務局長の平でございます。皆様方には常日頃から、当協会の、発展のためにご尽力ご協力いただいておりますことを心はお借りいたしまして御礼を申し上げます。ありがとうございます。でまたですね、今日は防災講座ということで、お呼びかけをいたしましたところ、たくさんの方がですね、お越しくださいまして、本当にありがとうございます。今日はですね、今日、こちらにおられる舞子横浜さんの防災の基礎講座と、それから AED の講座、2本だけで行います。で、AED につきましては、ちょっと時間かかりますので、もういっぺんした方は、時間があればしてもらって、初めての方を優先的にね、考えたいと思っております。それからですね、参考までなんですけれども、福井市民国際交流協会の職員は私を含めまして、うちの辻畑、松崎、3人おります。3人とも、晴れて防災士という資格を持っております。こういう3人持っている協会は、日本全国どこにもありません。ということで、福井市は防災に力を入れたいと思っているので、一番大事なことは、災害に起きたときに一番大事なことは、自分の命を守ること。それ一番、それでないと次の人を助けることができません。それからですね、あと外国の方をいかに災害のことに次にですね、安全なところへ避難させて、で我々がいかにその方々をですね、普段と変わらない生活をしてもらうか、それがボランティアの皆さん方のお力添えも必要だと思っております。そういうことも含めまして今、教会とそれから防災士会とマイクを横浜さんとですね、災害に起きた時のいろいろなですね、防災ポケットハンドブックを今作ります。そして来年再来年あたりにはアプリもですね作って、外国の方が福井市に住んでいれば災害に対して心強くなるんじゃないかというようなことを今計画しております。そういうことを含めましてですね、今日は基礎講座ですが、マイクさんはとても怖がりの方でございます。怖がりの人が教えるんですが、とてもいい話だと思いますので、皆様、有意義に時間を過ごしてもらえばいいかと思います。本当に本日はありがとうございます。皆さんこんにちは。防災士のマイク横浜と申します。防災士です。で今日は4つのテーマで話をさせていただきます。1つはこちらにあるように、災害の種類について。で2番目は、去年私が作った越前市と協力して作った全編ポルトガル語のビデオを見ていただきます。大丈夫です。日本語の字幕が入りますから。それを見ていただいて、ちょっと話をさせてもらうと。で、3番目は、避難所についての話をさせてもらいます。で、4番目は、日本語で言うと、遠くの親戚より近くの他人ということで、この4つのテーマで、今日一応中国語と英語の通訳が入ると思って、なるべくその福井にお住まいの英語圏とか中国語圏の方に分かるように、なるべく言葉を選んで、なるべくゆっくり喋ります。で通訳言える方はちょっと通訳していただいて、進めていこうと思ってます。よろしくお願いします。日本は実は小さい国なんですけども、災害がすごく多いんですね。で種類もいろいろあります。でこの中で、基本的にまず外国人の方に聞きたいんですけど、何か災害に遭ったことございますか？今まで災害に遭った No experience? No. OK. じゃあ、あと日本の方でも中国の方でもいいんですけど、なんか災害に遭った方いますかね？まだ会わない、はい、非常に運がいい方だけここで集まっていると。ただ今日まで迎え受かったけど明日は分からないんで、
しっかり話を聞いてください。で、今ここに8種類の災害を用意しました。なんか災害を用意しましたって変ですけども、これ8種類あるんですけども、どれが一番怖いですか？この中で一番怖いのどれですか？ご自身が一番怖いなと思う災害はどれでしょう？いや難しくない、怖いやつです。じゃあパス1で、じゃあ後ろの女性の方。それが怖いです。はい、これ福島第一発電所ですね。で、一応4カ国語に翻訳だけしておきました。ちょっと小さいんですけど。すげえ。じゃあその隣の女性、あのこれ以外で怖いのどれですか？地震ですね。はい、地震。今地球の10地震があると、そのうち1つは日本で起こるって言われてるぐらい日本は大きい。面積は数パーセントですけど、1割の地震は日本で起きると。で、年配の方あるいは災害に興味がある方は分かると思いますけど、これは約70年前の福井震災の映像です。実際この福井が壊滅的に町が壊れたことがあって、私も生まれてません。この中で生まれてる人は多分5人ぐらい。70年ほど前に実際に福井で大きな地震がありました。はい、じゃあ次怖い方どうぞ。どれが怖いですか？こんな津波ですね。津波は命を奪うのはものすごく危険度の高い災害の一つですね。これ津波で、これ分かりますかね？津波の英語、津波って言うんです。すなわち日本がすごく津波が多いんで、英語でも津波って書くんです。ハングルでも津波って書きます。中国語は読めません。私中国の知識はないんで、英語ハングルは多少読めるんで。これ津波っていうのは世界語です。それぐらい日本はそのディザースターの中でも津波がすごくいっぱい起こるエリアです。はい、3つ出ました。次どうぞ。怖いのはどれでしょう？あの、もう出たやつはダメですよ。出てないやつで。これですか？これですか？これ川です。アスワ川。これ2004年7月18日11時37分に決壊したアスワ川です。これですね。洪水って言います。よくね、水害って間違えられて言われるんですけど、私はあの洪水と呼んでます。洪水ですね。はい、あと4つなんか右側だけ残っちゃいましたけど。じゃあ一応教会の防災士の方。何駅？大雪。今はね、もしかすると明日、明後日このまま続くと大雪になる可能性あります。で、これまあ大雪のことをまあ雪害と、雪の害と書いて雪害と言います。英語ではスノーストーンと書いてありますね。で、この映像、これ知ってる方、これ私ね、まだ生まれてないんです。1963年のいわゆる三八豪雪の映像で、長岡県の医療薬品販売会社のホームページにありました。で、まあ、ちょっと脱線しますけど、三八豪雪の時に私生まれて、五六豪雪の時に
大学受験で福井大学まで行ったらブルトーザーが走ってました。そうなんだ、すごい大雪 でその時にこれと同様に自衛隊が助けに来ると。で自衛隊が人海戦術っていうので雪をどけてくれるっていうから、いやーやっぱり自衛隊ぐらいになると人海戦術というすごい作戦があるんだと僕知らなかったんで、人海戦術って初めて聞いて、僕ものすごい高度な戦法があるのかなと思ったら、若い隊員がスコップ持って雪どけてただけだっていう、それを人海戦術っていうのを生まれて初めて聞いたのが三月号って時。すなわち時代が変わっても大して何も変わってなかったのね。で38号施設の時は実はガソリンの火炎放射器を持ってきました。はで火炎放射器が当たってる半径1メーターだけ雪が溶けて、これは使えないというのがその日に分かったらしいです。あとは全部人海戦術と言われるあの高度な作戦ですね。はい、あと3つ残りました。まあ、こっち終わったんでどうぞ。あと3枚カードがありますけど、流行病っていうか、はい、流行り病ね。これね、新型伝染病って一応言ってます。でこれ今ね、あの日本はかなりその伝染病に対しては準備してるんで、かなり安全です、この国は。特にそのこれ分かりますかね、新型伝染病って書いてあるのは新型ですから誰も知らないんで対処法がないのが原則なんですよ。でこれが来るとそれこそ人類の4分の1が死んじゃうみたいな可能性もある恐ろしい災害ですよね。で昔スペイン風邪っていう第一次世界大戦中に大きな疫病があって、スペイン風邪って言ってたんですけど、あれ風邪じゃないんですね。何か知ってますよね。インフルエンザだったんです。でその時は風邪と似てるからスペイン風邪って言ってるけど、あれインフルエンザです。あれの大流行で戦力が落ちて戦争が終わってしまったという、それぐらいの大きなあの新型、その当時の新型伝染病だったんですね。でこれはもちろんあの鳥インフルエンザです。で台湾であの大流行した数年前の映像をちょっと持ってきたんですけども、とにかく世の中にはいろんな災害があるということですね。あと2つ残りましたけど、あと分かりますか、メガネの女性、あと2つ、これ何か分かります、災害。分からない、分からないときはパスね。でも、これ俺知ってるけど、日本語ちょっと中国語では何て言うの、あ、火山爆発、火山これ、あ、はい、あ正解これ行ったことありますよね、ここ。この中の多分、ね、3割ぐらいの諸国行ったことある。鹿児島の桜島。え、行ったことないですか。僕大学時代モーターサイクルで行ったんですけど、でその時にね言われたんですよ。いや桜島はまああの毎日爆発するわけじゃないんで、年に300回ぐらいですって言ってました。だから洗濯物は全部部屋干し、またはあのこの乾燥機。なるほど。でね、もっと僕驚いたのは、お墓って墓石あるじゃないですか。墓石に全部屋根ついてる。あの火山の石で壊れないように。で桜島も鹿児島市なんですね、これね。鹿児島市の一部。で船で。であのバスみたいに1時間に4本とか船が出て本土に通えるようになってました。で福井県は幸いこういうわーっと爆発するのはないから、あんまりね火山の爆発怖いっていう人はいないんだけど、福井県も火山列島の一部なんで、いつ降ってくるか分かりません。であと1個残ったこの黒い映像なんでしょう、これ。あの正解です。これあのちょっとこれの小さいのが一昨日勝山であったのご存知ですかね。町中電気消えちゃったんですよ。停電、大規模停電
large scale blackout 大規模停電で、これあのどういう原因が起こるかっていうのはいろんな原因があって、あのこれっていう原因が分からなくて起こる場合もあるし、テロみたいなのもありますけど、まあ、突然真っ暗になっちゃうということも災害の一つです。で、昨日おとといその勝山で大規模停電があった時に、オール電化ハウスの人が焦ってましたね。いわゆる照明も煮炊きするのも暖房も全部電気でやってる家で、便利というのと何かあった時の不便というのが裏表ですからね。常に便利っていう時は不便さも考えて生活しないといけないということですね。で、ちょっとあの皆さん手を挙げてくださいね。今ここにいる方、お子さん3人も含めてね、ここにいる方、この8つのうちどれか1個だけ一番自分が怖いなと思う手を挙げてください。いいですか？決めました？もう少し聞いたよ。津波を。じゃあ、 あの一応挙手しますんで、1、地震が一番怖いっていう人、1、2、3、4、5、6、これもう数えるの嫌なぐらいいますね。で、津波が怖い人、1、2、大規模停電が怖い人は0、火山噴火が怖い人、0、パンデミックが怖い人、あ、これね、僕の知り合いの可愛い女性もこれ一番怖いって言ってたんですよ。うん、これが一番怖いっていう女性に多いような気がします、僕の今までの54年間の経験で。で、これ雪害、大雪怖い人、あ、一人いるね。洪水、川が氾濫してラッと流されちゃう、これはいない。原発事故怖いっていう人、これもいますね。じゃあ今地震と原発事故が2大人気災害ですね、僕は。まあどれが人気っていうのを決める大会じゃないんで、とりあえずちょっとね、ビデオを見ていただきたいんで、電気消してもらえますかね。あの、去年ですね、今となってはもう去年ですけども、福井市のちょっと南に越前市っていうのがありまして、この越前市っていうのは、ご存知の方も多いと思いますけども、日系ブラジル人が人口の 5% とか 6% 住んでるんですね。で、よくね、あの津波ってチリの地震があると津波来るでしょう。だけどブラジルは地震ないんですよ。ブラジル本土はもうそれこそ何十年に1回しか地震来ないんで、もう地震というのも知らないっていう感じなんですね。で、もし地震が起きたらっていう、コサオコエルテレノでなんとかっていう、もうポルトガル語でよくわかんないですけど、3分ぐらいのビデオを作ったんで、これをちょっと見ていただこうかなと思います。Navigation from the emergency.
でいいんですけど。はい。どうでしたか、あのポルトガル語で全部やってる。で、若い男女はあの G 外大学の学生さんで、その日にポルトガル語を教えて、あの会話させて、全部字幕をつけるという形でやったんですけども、どうでしたかね、面白かったですか、分かりやすかったですかね。で、このビデオでもありましたように、まず大事なのは、頭を守ること。これ頭を守っていれば、あの死ぬ確率がぐっと減ります。地震の時に頭を守っていれば死ぬ確率が減るんで、さっきあったみたいにカバンでもいいし、辞書とかの本でもいいからかぶって、だからそういうふうに帽子をかぶっているのは非常にいい、要はセーフで、防災訓練っていう訓練を、まあ、日本の場合はいつも年に1回はやるようになってて、あのその時もシェイクアウト訓練っていうのをやったりするんで、ちょっと今日時間があればそれも後でちょっとやってみたいと思います。で、普段その訓練をしておかないと、訓練よりも上手に動ける人ってのはいないんで、訓練したやつの半分ぐらいうまくいく。だから日頃からちょっと訓練をするっていうのはすごい重要ですね。で、先ほど津波が怖いっていう方いらっしゃったんですけども、これ越前市で作ったんで、越前市は海がないんですよ。越前市は海がないんで、あの津波の解説にちょっと海岸部分だけって書いたのは、あの津波は越前市には来ないんです。ただ皆さんも海水浴行くし、福井市は海があるんで津波来ます。で、もし津波が来たら遠くへ逃げるんじゃなくて高いところに逃げる。これも 3.11 の時ですけど、これ小学校の屋根登って高いところへ逃げれば流されない。だから山の方にとにかくあの走っていくよりは高いところへ逃げるということをちょっと覚えておいてください。Do you have any question? No. 一応ここまでが2つのテーマ、地震の種類と私が作ったビデオを見ていただいたところまで来て、ここまででなんかちょっと聞きたいこととか確認したいことがあれば聞いてください。大丈夫ですか、ここまでいいですか。はい、じゃあ3番目のテーマの避難所っていうものなんですけども、福井市だけじゃなくて、まあ、日本中で避難所っていうものを、定めています。で、避難所というのは、避難者自らが、まあ、自分の生活を守ったり再建するための場所、ちょっとお役所言葉ではそういうふうに言うんですけど、まず今住んでる場所、ここに来てる方は福井市の方が大半でしょうけども、サバイジの方もいるの知ってるんですけど、どこが避難所に指定されてるかはご存知ですか。ご存知ですか。まずこうあの避難所があるっていうのは大前提で、どこが指定、どこに一応避難しろって言われてるのか知ってます。今日来た甲斐があります。もうそれだけですね。で、これは一応ね、2つ定められていて、地震の時と風水害は分けて一応指定されてます。地震の時は確かに小学校、最寄りの小学校で、風水害は公民館ということになっています。例えば今ここがここで今地震があったら、宝永小学校っていうところが避難所になります。
公民館だっていうのは、まあ、法営公民館ってちょっと近くにありますけど、洪水になりそうだからってんで避難するのはそこだと。ただですね、避難所と言われている小学校はそこに住んでる人全員が来て快適に過ごせる空間ではありません。みんなが集中してもそんなにいっぱい泊まれるスペースもないし、飲み物とか食べ物とか毛布とか人数分はないです。で、今日は通訳が必要な方ほとんどいないですけども、もちろん通訳いないです。そこには避難所には通訳はいないっていうことをちょっとね。すなわち自分のことはまず自分で守る必要があるっていうことですね。で、これもう一枚あのパネルを用意したんですけども、いわゆる阪神大震災の時で、この時一番避難した時で市民7人のうち1人が避難所に行ったというのは統計的に分かっています。すなわち7人のうち6人は家にいたわけです。まあ車の中にいた人も結構いらっしゃいますけども、とにかく避難所がものすごく快適で絶対的に楽な場所ではないということをまず思った上で何をするかということをちょっと考えてほしい。で、具体的に何をあの準備するかっていうのは今日はちょっとテーマに入ってないんでやらないんですけど、特に今日外国人の方がいっぱい来られるっていうのを想定して書いた4番目のテーマが、遠くの親戚より近くの他人っていうんですけど、これ英語でも同じようなやつがあって、これ聞いたことありますかね、あのことわざ。英語では遠くの親戚よりも近くの友達の方がいいっていうみたいですね。直接的には近くの友達、これネットで調べればいいんですけど、でもこれよく考えてみると、地震の時だけ友達がいいってんじゃなくて、日頃から友達になっておかないとまずいわけよね。日頃から。で、どういうふうに友達になるといいかっていうのを考えると、私もまあその海外で暮らしたこともあるんで分かりますけど、まあ、何を置いても大事なのは明るく挨拶ですね。Say hello。まずこれ、これ日本語でも自分の言葉でもいいですけど、明るく挨拶すると。これは災害時に関わらず明るく挨拶して嫌がらない人いませんから明るく挨拶すると。で、防災訓練というのが毎年福井の場合はこの大地震があったのにちなんで6月にやっていますので、それに参加するとちょっと缶詰もらえたりとか軍手もらえたりとか、別に軍手が欲しいと行くわけじゃないですよ。そういう訓練に行くといろんなことを知識も得て、いろんな体験もできるんで、それが本当に危ない時にも役に立つよと。だから6月の防災訓練にはできるだけ行ってほしいということですね。で、あと例えばほら、公園の草刈りするとかドブ掃除するとかっていう時もできるだけ参加してください。で、そういう時に会話をしとく人が本当の友達になれるんで、なるべくそういう地域活動には顔を出す。あと小学校の夏祭りとか公民館祭りで、こういう時もちょっと行って自分の国のことを紹介するぐらいの気持ちで、なんかお菓子とか作れるんならお菓子とか作って行って友達を作っておくと。これがまあ防災ですね。はい、まず挨拶で地域の行事に参加するということでコミュニケーションを取っていただきたいと。まあ、その時にもちろん外国人その人なかなか飛び込めない時も、その周りにいる友達である支援してくれる友達がまあそういう輪に連れてってもらえると輪も広がるし、日頃の関係も良くなるし、いざという時も役に立つというふうに思います。で、せっかく今こうずっとね、もう私の話は終わりなんで
いるだけだと面白くないと思って、一応あのシェイクアウト訓練というのをやってみようかなと思って、これ生まれて初めて見た人、こういうの。Do you know this? Yeah. これアメリカから来たんで、アメリカ人で知らない人はほとんどいないらしいです。まあ冗談ですけど、まだ始まったばかりなんで。でこれは地震の対策法として、あの普段から訓練した方がいいよと言われている訓練で、去年2016年の6月の防災訓練の時もあの春山小学校なんかでも やってみました。それとさっきちょっと流してた去年の夏休みにやった外国人も合わせての防災キャンプの時も、あの抜き打ちでやって、あのキャンプに参加した人はかなり身についたんじゃないかなと思います。テープ出とこ。でこれ安全行動の1、2、3って書いてありますけど、1はやっぱりあの物が倒れたりきたりするのを防ぐためにも姿勢を低くするってことですね。それドロップって、これアメリカから入ってきたんで英語で書いてありますけど、ドロップ。で次にカバー、カバーは蓋をするって意味ですけど、頭を守るってことです、カバーは。で 3番目はホールドオンっていうのは、地震は長くても1分ぐらいなんで、1分は姿勢を低くして頭を守って、1分は状態を見て、例えばこのビル倒れそうだから外出た方がいいなとかっていうのはその後にやると。慌てて飛び出すと転んだりかえって危険だっていうふうに今は言われています。でこれちょっとやってみましょう。じゃあ皆さん立ってください。じゃあ隣の人とちょっと普段通りまあおしゃべりしているという状況になりますね。だからせっかくで知らない人もいると思うんで自己紹介しておいてください。じゃあいつもお世話になってください。なりましたけど、ここでよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。